こいつはね、何刀流なの？二回攻撃とか。こいつはマジで二回攻撃もできるし、攻撃力もわやくちゃ高い。やべ。一回食らってみようか。うん。シャアが17。お、貸した。おーし、あいつは羊神官羊神官出てきた。ちょっと、うわ、ちょっと一回下がって下がって、イカズチでとか読んだらシャアがいるし。するもう2体ぐらいに使っちゃう。死なねえんだ。ナイス。よし、死なねえんだなやつ、うん。まあでも右にもはなんか、まあ、ゴール地点だからなおいおい甘いんだ。でも右キュッてくるから本当にあーここで倒すのはべきだったか。いや、しゃあないしゃあない。あいつ自爆しねえかな。しねえなうわえぐい。いいんじゃない。ガスの草あるからいっか。いやいや飲めば。回り込もう。気色悪いな。右のアイテム。おいおいおい。復活の草。あるからええやんじゃないじゃん。いっぱいあるね。いい場じゃねえよ。大事ね、それそれ大事よ。めんどくさすぎるな、これいちいちやるのは。そういうゲームじゃん完全。え、岩がンドゥバって可能性もあんの？全然あるよ。全然あると全然あるよ。いたなあれ、ドラゴンスターだから大丈夫か。あ、帰ってきた。結果的におにぎりが増えただけって考えると、まあ、いいか。よかったね。外すもんな、これ結構外すんだよな。そう、理不尽なゲームなのよ。サムライドン強いな。分身爆睡？爆睡なんか多いから使っても。爆睡そんなある？爆睡もうそんななくね。こっちから行ったらいけないのか。でもなんかアイテムあるかも。ない。戻ります。シャーガシャーガニキだな。よし、使ってみようか。これも無敵だから、ほぼ。はいはいはい。結構消えんの早いんだな。た、うん、何ターン、10ターンとかもない気がする。うん、ないよ。でゴール。よし、来ました。おー、飛天山頂上。同じモブがいっぱいだあ、はいはい、思い出してきた。川下りの術だ。そう、川下って材料を運ぶと。はいはいはい、来ましたね。まあ今これ話さない話さない。興味あるあいつにいえね、初めての人もいるかな。ここまで来るとはただものではありませんな。城の材料を加工したくば、ずっとまっすぐ行って門をくぐって階段を登ればよろしい。おい、山の民ね。こうやって水面を眺めているといろんなことを思い出します。今度来た時また話しかけてくださいよ。たまには面白い話ができるかもしれません。山民結構臨機応変なことしてくれんのかな。じゃない。この犬の名前はゴロンゴロシテンビッチヒミコだってサンタマリア大黒だってヨッテキリナイワンイアン三世です。結構長いのでゴロと呼んでます。長え長えな。結構広いな山。うん、まあいろいろなんかね、こういう行けるとこもあるんだけど、はいはい、行っても特に何もなかった気がする。じゃあ、道場とは何でありますか？うっす。道場とはの、道場とはの、
ようわからん。何も答えが出ないね。ここは道場だ。なんだろう、ここなんかあるのかな。あるんちゃう。なんだこいつがね。ウンドゥバ違う。ウンドゥバみたいで高ぇ。そう、良い系はもうちょっと高いんだよね。高なんで良いの上にこう最高のとかもあるから。マジこういうの使ってかないと。最高のの上は、最高のの上は無限大のとかね。あ、無限大のの次は、無限大のの次まあ未知数のだよね未知数の土とかある。無限大と未知数って違うの。うん、違う違う。未知数は分かんない。無限大は分かってる。分かってないって分かってないでしょ。分かってるよ、分かってる。分かってないじゃん。ここにちょっと預けておきましょうか。どうせね、うん、全部なくなるから。1000円だけ持つとなんで、まあ、いつタクシーとか使うか分からんやん。タクシーやんのない例えばここで加工とかできるわけ。はいはい、今持ってるものじゃできないね。何にもできねえな。じゃあここにこう預けといて。あれ全部岩だった。土もあれ。違う、なんかあれの中入ってないか。壺の中にはないか。うん、確かに。はい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 、土で作れるものないんだね。これを繰り返して城を作っていくっていうことか。そういうことね。じゃあカットして何往復かする、うん、うん。ちょいちょいカット挟みながら何往復かすれってことでしょ。まあそうだね。田舎や。この上はないの？これ、てっぺん。ここ、てっぺん。これ以上上はないの？これ以上上はない。ただ、中級、上級はある。どうやっていくの？要は道の登り方が変わってくる。あ、登る道が変わってくる。今はいけないの？今はいけない。ストーリー進んだらいけるよね。うん。例えばこれからまだね、仲間が増えたりとか。はい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 。あと生か、うん、多分城がある程度できたら、そのストーリーへの道が繋がるって感じ。はいはい。そうすると物理的な道も広がると。ん？なんでもない。あ、あ、ナイス。やさお。これで何か作れるんじゃないかな。いや、ここの人なんかずるいね。絶対もっと材料持ってるでしょ。鬼と同じじゃない、もはや。ここまで来たら絶対こいつらが本当の支配者だな絶対そうでしょ。どれが作れるんだ。こいつらもっと肉壁。え、内壁肉妖怪みたいだな地壁ね、壁地壁ね。相撲さんだな、肉壁伏線回収だな。相撲取り兄やんの関取り兄さん、関取り兄さん地壁では作って。どれからもでも作れんの。うん、どれから作ってもいい。どれからでもいいの。順番ないんだ。まあただね、この後分かると思うけど、途中からやっぱくじけてくるんだよ、作るのが。はいはい、行きましょう。川下り。おお、おお、あれ何の荷物。あれ内壁。あれ内壁なの。あれ内壁ポイポイ。すごいね、あそんなんとこから降りちゃっていや、内壁、内壁は何の調整もしてないけど大丈夫だ。うん、波に乗るがままだよあ、でも確かにめっちゃドラクエの BGM と似てるわ。ここら辺とか。こんなんだっけ。うん、こんなんだよ。いや、潰れる潰れる、やばいやばい。大丈夫。ああ。最後こう両手で両手で押さえてる。両手でお姫様抱っこして終わりやから、見えてないだけで肉壁を肉壁よし、頑張って城を作ろうぜ。やらせるか、こんなこと。そっか、一人で全部やんの。ひどい話だよ、これもう。作るのも一人でやるんだ。受刑者だもん、これ。受刑者だ受刑者のなさ、やることだもん。あ、一個できてるね、内壁。え、あれ？あの左上のやつ。あれな？あれ、内壁。
あれがないともうどんどん侵入されちゃうからね、鬼に。マジでしょっぱ、まあ、こんなもんよ、城作りなんて。塩いやんじゃん、もうしょっぱこんなもんよ、城作りなんて。マジか。そんな急にあのドーンってできるわけないんだよ。はいはい。お、ねぎらってくれるね、おばちゃんは。やっぱり当たり前だろ、これぐらい当たり前だろ。どうする、やチェンジしてみるかい。じゃあ俺やってみようか。ほい。お、なんか起きてる。頼む声優。あれ、何の音だ。